皆さんこんにちは、ビリシンスタイルの探求。今日は、ちょっと変わった雰囲気が出る、パワーコードの弾き方についてご紹介します。ビリはこういうふうにコードを押さえてこうかき鳴らすようなプレイっていうのをよくやりますけれども、一番よく使うのは俗にギターでも押さえるようなこういう、ルート、コード、ルートのオクターブっていう組み合わせ、これが一番多いんですけれども、時々ですね、ちょっと変わった押さえ方でこういう風に弾き方をするときがあります。今のは、この E4 弦開放 E の時に、使うんですけども、ルート5度ルートのオクターブ上って組み合わせるとここが E なのでなんですが、この時にこういうのをよく使います。これは何かというと、場所的にはですね、この3弦2フレットが一番下で、こんな感じで押さえるので、僕はこのなんか B の音がなんか出てるなとか思ってたんですけど、実はこれは2弦の2、2弦の2、1弦の4っていうのを押さえていて、実は結局E のそのルート5度を1オクターブ上、5度の1オクターブ上っていうのが鳴ってるだけだったんですね。なので組み合わせ的にはルート5度の音しか使っていないのは変わらないんですけども、一番高い音が5度になることでちょっと雰囲気が変わる感じがします。これは別に E に限らず どの音でも使えますので、例えば A で終わる曲があったら、ここの5オクターブ上5っていうこのを使うと同じような雰囲気が出ます。試してみると面白いかもしれません。参考になれば嬉しいです。それではまた。